皆さんどうも、言いたい方タイムです。はい、ということで、今回は私の追加公演リピロソフィーの直前ということなので盛り上げていきたいなということで、はい、ちゃんとツアー T シャツを着てきました。いかがでしょうか。これツアーでも発売されるグッズなんですけれども、黒と白があります。今日はこれを着てとあることを行いたいと思います。私、カラフルストーリーというのがですね、リピロソフィーのアルバムの中に入っていたんですけれども、エブリングさんのやつをカバーさせてもらって飯田里穂として歌ってるんですが、エブリングのお二人が踊ってるダンスをですね練習してライブで披露できたらいいななんて思って、今回はカラフルストーリーをちょっと踊ってみたいと思います。わー、できるかな。じゃあまずは練習からいきますか。じゃあ振り入れから、よーい、スタート。では、飯田里穂でカラフルストーリー踊ってみましょう。何点ぐらいですか。2点。じゃあ